り、そして渡りまして、何？デート中？デート中なのね、ねえねえねえ。パッチとキャラメルさん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクテーションサロン、夢見の館へようこそお越しくださいました。はい、ということで今回は、前に行ったね、ローズリボン村とココット村と同じ作者さんが作ったキャンディ村に行ってみたいと思います。あの二つとも可愛かったけん、絶対今回も可愛い。もう確信してる。心地夢をご希望かしら。一眠り500ベリでご提供いたしますわ。ということで、キャンディ村に出発。はい、キャンディ村に到着。夢の世界へようこそ。あなたは今、キャンディという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいましね。それでは、魅惑のキャンディの世界をご堪能遊ばせ。もうすでに地面が可愛い。すでに地面が可愛いよ。いいね。四つ葉？四つ葉かな？幸せや。はい、それじゃあ一軒目の家に向かって行ってみようかな。そう、こういう感じでさ、この広場の方から町の方に、町というかまあその住宅地の方に続くこういう感じにやっていきたいんだけど、なかなかね。これは釣り竿かな。メガホンやった。メガホンでした。あ、これもしかして一人一人、家の周りの、ちょっと雰囲気とか違う感じ。ここなんかちょっとクールな感じというか、綺麗な感じというか、ね。白と青を基調とした。あ、ほら。あ、なんかいいな。白と青の組み合わせいいね。めっちゃ可愛いんだけど。で、ほら、こっちは、紫だとかピンクだとか、めっちゃ可愛い感じ。お、これちょっと、家に続く。あ、ここ庭やね。いいね、いいね。そう、こういう感じで、なんか外庭作って、まあ、要は、あれないよね。ハピ森みたいな感じにできるようになったらいいなと。今、家入っていこうとしよったよね。見かけのいい人だね。もしかしてあたいのファン？あたいに会えるなんて夢みたいでしょ。よかったね。夢なんだよ、これ。実は夢なんす。はい。はい、ここは、まあ、この辺のね、花からしてもわかるように、すごい可愛いファンシー系かな？いいね、お邪魔します。おー、いいね。夢かわや、キキララ。そしてこのちょっと物悲しい感じの曲。チョイスよ。あれやね、なんか眠くなりそうな感じよね。はい、それじゃあ、左の部屋へ。お、なんか左側は急激にリアルな感じ。リビングだね。いい、いい、かわいい。何、バナナを使って何か作ります。お、びっくりした。夢と思い出がいっぱい詰まってる。朝はちょっとね、バナナにホットミルクとかぐらいがちょうどいいかな。ホットミルク飲みたいな。冬場いいよね。寒くなってきたし、ちょっと。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側めっちゃピンクや、かわいい。巨大なぬいぐるみいいよね。な、なに？なんか、時計二つもある。あれかな？時計としての機能重視っていうよりも、まあ、可愛さ重視的な感じね。いいやん、いいやん。あ、なんかこういうさ、なんか、大きいテーブルをボンって一個、とかじゃなくって、なんか小さいテーブルを二つくっつけて大きいテーブルみたいな感じで使っていくのいいね。なるほどね。はい、それじゃあ二階へ。お、二階は、ここはなんか、ラブレター。あれか。バレンタインの用意を。
こう手紙とともにチョコレートを送る。もしかしたら花束も一緒に。なんてことはないか。これなんか可愛いよね。キティちゃんの形の盆栽？盆栽っていうんかな。可愛くカットした木。あ、そっか、これはあれなんやっけ？あの、おもちゃ箱的な感じなんかな。これ、何気にさ、なんか入っとることない？気になるよね。え、入っとんかな、あれ。わからん。花の、なんていう、あの、めしべ的な感じ。そんな感じに見えた、今一瞬。はい、そして地下へ。お、あ、地下めっちゃ可愛い。あ、いいな、いいな、いいな。こういう、なんか、なんていうんやろ。外っぽい感じなんやけど、周りこうある。中庭っていう感じ。めっちゃ可愛い。そしてやっぱりね、この双葉のテーブル、めっちゃ私は好きです。自分の家にも置いとるけど、めっちゃ好きです。いや、このテーブルマジで可愛いんよって。いや、なんか、実際に現実にあったら実用的かどうかは置いておいて、めっちゃ可愛いんよって。いや、いいよね。いいな、なんかめっちゃ、心が洗われそう。え、超落ち着くと思う、絶対、ここ。いいね。めっちゃ目に優しそう。緑に溢れた部屋。いいわー。ほい、それじゃあ。あ、ここの家の住人さん？どうも。ゆかりさん、ポップのキャンディー村だよ。いいね、いいね。ちなみになんか、もともとは、この地面、の前で座はもっとなんかカラフルでポップな感じやったらしいんやけど、今はこういう素朴な芝に変えたらしいです。え、でもね、絶対どっちも可愛いよね。いいね、いいね。いや、私ももともとさ、こう住人の家の周りとかそれぞれでこう花の種類とか変えとったんやけど、もう今となっちゃね、わっちゃーって感じやけど。あ、いいな、こういう道、小道。はい、そして渡りまして、何？デート中？デート中なのね、ねえねえねえ。パッチとキャラメルさん。君の村とこの村、どっちがかっこいいかな？比べてみてねえです。かわいい。あら？もしかしてお客様ですか？ルン。ちょっと寝ぼけ気味なので、何ももてなしできませんけど、ぜひ楽しんでいってくださいね。大丈夫？眠いの？寝る？寝ます？はい、そして、二軒目、男の子。ゆうさん。ゆうくん。遊ぼう。遊ぼう。いいね、この紫の花が密集してる感じ。綺麗。紫が好きなんかな？帽子も紫の帽子かぶってるね。はい、それじゃあ、お邪魔します。おー、なんか男の子って感じ、部屋の中。でもこれさ、床のやつってさ、グレースのやつじゃない？何気にお金、何気にお金かけてる、そういうところ。なんかすごい綺麗なんやけど、男の子感が、ちゃんと出とって、すごいな。これってあれよね、もともと、ツートンのやつよね。ツートン、これもツートンやけど、白黒ツートンのやつよね。え、かわいい、こういうのできるんや。リメイク。いや、リメイクは神。え、何気にどうした？シナモン好きなの？サンリオ男子？いいやん。サンリオ男子っていうアプリあるよね。やったことないけどさ、最初見たときなんだこれって思った。え、要は、あれよね。サンリオ好きな男子との恋愛シミュレーション的な。サンリオに重きはあんま置かれてないんかな。はい、2階へ。え、2階床かわいい。え、この床何？何の床？え、めっちゃかわいいんだけど。何これ何これ何これ。え、見たことない。かわいい。なんかこう、女の子っぽい可愛らしさじゃないんやけど。え、めっちゃかわいい。え、いいな。いいな、こんなの。え、絶対さ、あれやん。
彼氏の部屋こんな感じやったらね、え、おしゃれってなることない。え、そしてギターが趣味、絶対モテるね。ゆうくんモテますね。あ、これ一回もさ、このテーブル、この種類のやつやったよね。好きなんかな。若干お金かかっとる感じ。ふい、それじゃあ。まあ、何気にね、家の周りも、可愛いしね。ふふ。そして、一番奥に、もう一人の家が。あ、ここはくぐったら、はい、アールパーカーズにたどり着くと。はい、最後、ここか。あ、ちょっと素朴な感じ。女の子、どうも。ゆっくり休憩してね。ゆっくりゆっくりしていきます。宿みたいな感じかな。お邪魔します。あ、かわいい。ログハウス系。いいね。ここはきっと、あれよ。訪ねた人たちが思い出をここに書き連ねるっていう。みんなのなんか、交換日記じゃないけど。コミュニケーションノート的な。いいね、いいね。バーベキューはちょっと外でやった方が良くないかな。で、こういうのも外に置けるようになったらいいね。あ、絶対これあれや。自家製野菜とかそういう感じや。多分その辺に畑があって取れるよ。はい、2階へ。お、2階。2階床かわいいな。なんかね、結構なんかまだまだ見たことないやつがいっぱいあるんやけど、え、この床もかわいいな。さっきの床とこの床なんなんやろ。そしてこの家具の統一感よ。ここトイレなんやね。ちょっとびっくりした、今。めっちゃびっくりした。なるほど。なんか棚別の方向向きにあるなって思ってちょっと近づいてみたらトイレでした。え、かわいい。やっぱこういう宿泊施設とかになったらね。二段ベッド。いや、私ね、なんかこういう、なんていう、民宿だとか宿とかの二段ベッドってちょっとワクワクするんやけど、わかる？小さい頃とか私も、その、アスムとね、二段ベッドとかやったけど、いいね、いいね。お泊まりでの二段ベッドとかめっちゃワクワクするよ。やっぱこうあれをね、家の外観と、その住んどるキャラクターとか、イメージがすごい合うよね。なんかすごい、なんやろ、細かいところまで全部全部こう、設定決めて、でなんか作り込んでっていうのが見えるけん、すごいな。私、とりあえずでかく、とりあえず可愛く、としか思ってなかったけんさ。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。やっぱ綺麗な村とか可愛い村って、もう、こうベッドで目覚めて、着いた途端に、あ、可愛いってなる。前で使ってない素朴な村もすごいいっぱいあるし、そこはそこでめっちゃいいんやけどね。